街の角から素敵なバスが出る若い二人は夢中になれるから久しぶりだもんですね狭い仕組みかけるの旅に疲れなかったちょっとね、なんか気持ち悪くしたけどね最近どうもいるみたいだから気をつけた方がまずいうん遠くにまずいんだよね、本当はねでもほら、外でしか会えないからバーボンくんさどうだったのね、あのえ、よかったけどね来なかったじゃないだって仕事だったの来てって前の日電話したでしょそうと思ったけどさ、YMO のコンサートあった。あっても来てくれるって言ったじゃない、途中で。途中で行けないよ、やっぱり。いいじゃない、3人いるんだから1人でポッと途中で。それはできないと思うよ。ちょっと5分ぐらい顔見に来てくれるっていいなかったけどさ。飲みの日からきっと来てくれると思って。花送ったでしょ、だから。来ないよ。あ、どっかしら。そんな感じ。正月どうしようか。え正月お正月は一緒にどっか行きましょうよ、ね、たまにはたまにはね先日からさだってあの青森行こうって言われてるんだよ誰奥さんじゃないのまずいと思うんだけどじゃあそれが終わったら、私のふるさとの新潟青森と新潟ねいいじゃない青森の帰りに私は新潟に泊まってるからね一人でこそ。そう、一人で途中で、ね、できるかな。行こうよ、新潟。やってみるけどさ。ね。じゃあ、チケット取っといて。取っとくから。うん、どっか、旅館取っとくから。ね。うちになくていいのいいの、いいの。大丈夫いいの、いいの。本当親はいいの。ね。あ、そう、うん、大丈夫。今日は今日は今日はね。何時頃今何時ですか何時今5時半ほら朝になっちゃうもん、朝になっちゃうからもう開けちゃうね開けるとまずい何時間待ってたと思う今4時半でしょ私来たのは前の日の10時ぐらいから待ってたそんな待ったのもうみんなお客さんだともう1人2人しかいないじゃない私ぐらいのもんが待ってるのも洗って久しぶりにルイさんに会うからね、お化粧してずっとコンサート行ってるから地方に風邪だった時にだったしね、はい、前よりは良かったでしょ4時半って前だった